はい。それでは副賞生活9-1行きます。えこ、ー、小倉、また、えーと、降雪予報で夜間取りやめてますけど、一応もう関係なく一応もうやる前提でやっておきます。はい。えー、その前にね、うちで明暗ってことで、はい。東京日曜日やってもうた、えー、誰でしたっけ、豊さんのグレール等々を学習して、えー、ロアフォソリュ、えー、えムーアさんが乗れてるってことで、もうババ分かってるってことで、ロアフォソリュー選んだんですけど、 うち、うち、良かったんですけど、最後、ちょっと運がなかったですね。うち、やかずあっちゃ、パーと思ってね、東京、長い直射か、我慢我慢思ってたんですけど、ほんま風に、全くスペースなし。あれは残念。はい、不完全燃焼で終わりました、神田。不完全燃焼で終わりました。ありがとうございました。しゃあないか。うん、ちょっとほんまに、あれはもう、 かわいそうなと思いました。すいませんけど、負けました。はい。で、ただですね、クイーンカップが、えーっと、なんと、テトラダコマ一着ありがとうございました。はい。東京で一遍ってことで来ましたね。 はい。もう、ありがとうございます。で、えー、と、日曜日のそのうち、えー、ね、うちのコーナーリング説を言ってたんで、力説してたんで、はい、なんとか来てくれましたけど、はい。うち回った、えー、花を奪った6番、そして、えー、9番ですね。ルメちゃんのアルーシャもうち梅通って2番って追走ぐらいですかうん、よく最後に回りました。 で、えっ、ー、と、2番だけちょっと最後、カードさん、え外は回しましたけど、それではまだ許容範囲とこの列やったし、まあ、うちでロスなく立ち回れたってのもありますでしょ、最初の時ね。はい、よかったです。うちでし、えー、うち、で、え、う、ー、ちちゃう、何だっけ。テトラドラコマからディープ流しますって言ったんですけど、そのうちのちょうど内枠のディープ、人気ない人が来てくれてありがとうございました。 はい。えー、特に10番とかね、14番、えー、お花もうそうですけど悪くなかったです。もうほんまに正直もう枠順が全てだと思ってください。これで比較することないと思います。はい。フェアリーステークスのテトラルドラゴンも8枠並みに、はい。もう枠順が全てと思っててください。えー、戸崎さんもね、えー、やっぱりもう、外回したらあかんって分かってたんで、えー、結構ね、いい入れ続けてました。えー、2番のやや外目。 ですよね、最終コーナー。うん、悪くなかったです。ただやっぱり最初にポジション取りに多分負けたと思っておいてください。ということで結論結局、外枠がアダだ,だったってことですね。十分ゅうぶです。ありがとうございました。はい。で、ちなみに3枠6番が5年連続馬券から出る幼稚ことだったんですけど、ちなみに言うと、ちなみに言うと過去10年もっと調べてください。ビルシーナ等々ね、9枠、9枠者は5枠9番が3連勝。 で、その前も確か、えー、馬券から取ったんで、実は9番、あるいは10番もですね、はい、語学が、えー、成績いいように、えー、9番、特に、特に9番、注意しといてください。来年も、もしかしたら6、9とかで下手して決まる可能性あるんで、はい、また傾向を調べといてください。ちなみに、ほんまに3枠6番は、鉄板だと、来年も死じてますんで、ありがとうございました。はい、ということで、出走行きましょうか。こら行きましょう。ずれてませんけど、おぉ。で、う。 はい。それでは、副賞生活候補行きましょう。の前に、今日は、えー、もう、クインカップは、まあ、良かったんでいいですけど、こちらですね。10レース、副賞生活、まあ、1万円、ポッキーだったんですけど、はい、ローアーブソイルですね。はい、内枠の2番ですけど、 うん。ムワさん、スタート、え、悪くなく決めて。はい。もう、素直に、もう、この方、分かってらっしゃると思ったんで、うち、ロスなく回ります、と。はい。で、まあ、うち、うち、回って。 で、特にこの馬足使えるんで、まあまあ、多少後ろ目ではええわ、と思って。はいはいはい、と思って。どうせ、モーさん直線でごっついアクションしてきて、さしてくれやろう、と思って期待してました。はい、打ち回ってます、黒い帽子。はい。オッケーやね、と思って。はい、最後直線どうしましょうか、と思って。はい、まあここまでいいんですけど、ちょっとね、一番の馬に、一番、2番、一1番、2番 ?2 番なんかよくわからんけど、なんかちょっと揺られたせいかな。 はい。あー、ちょっとね、出慣れへんのですね。緑の前のも邪魔やし、ちょっと邪魔やね、これ。邪魔に、ずっと邪魔にやった。はい。ムーアさん途中でオーナーやめました。はい。おそらくですけども、最後多分アクションほとんどしてませんよ、これ。 あっちゃっぽーしと思って。まあまあ、ここら辺がね、最強ガイジさんの諦めのいいとこでありまして、えー、無理やりね、叩かず最後。うん。もうダメと思ったら次のレースのために、えー、ここは消耗せずに帰っていただいたと。はい。これは、えー、馬にとって非常にありがたいことなんで、ありがとうございました。もうしゃーないです、あれは。うん。あれはもう不運やなと思いました。はい。で、まあ、それはさておき。明日どうしましょうかってことで、はい。えー、一応ここら出てますけど、 えー、降雪予報のため、おっずか出れませんと。んで、特に芝が、その雪明けの予報やとしても、ババが全然わかりませんね。明日の朝になってようやくわかるぐらいなんで、えー。そうなってくるともう仕事始まっちゃってるんで、もう無理やなと思って。一応マスカッターコード面白いでって、確かなんか土曜日ぐらいからなんかちょろっと言ってた気がしますけど、ね、ババの関係で。 え、ちょっとわかりませんと。はい。ここら辺結構中京に2経由とかで印売ってるんですけど、ちょっとこれわかりません。ババアでちょっとわかりません。渋々なったからといってハービンジャーが来るか、それもわかりません。はい。ちょっと芝は怖いなぁと思って。なんかないんかなぁと思って。別にやる必要もないかなと思ったんですけど、せっかくね、開催してくれるんでやりましょうと思って。どこしようかなぁと思って。まあ、とりあえずメイン見ようかと思って。メインやったらある程度ステレマ出てくるんかなぁと思って、1 7コマ万のハーンで見ましただと。はい。 で、まぁ、あ、小倉のね、ダートなんて、しかもハンデッセン、1600万クラスというのもね、やはりって、中央競馬のね、おー油だいうあれですけど、 えー、明らかに格上の馬って言うんですか ?1600 万の中でもその、なんて言うんですかね格上とはじゃないですけど、格上の馬は出てこないと。うん。1600万でくすぶってる馬たちが、ちょっと小こ倉こ行ってここやったら勝てるんかなと思って出てくるね。札幌、えー、函館等々ね。福島もそうですけど。うん。ちょっとやっぱ1600万っていうか、まあ、個人的な気持ちとしては、ここ1450万ぐらいですね。倉的にね。 え、うんそんなもんと思います。うん。1600万くらいじゃないですよ、これ実は。うん。実はこれも1 0十5 0万くらいの馬たちが出てくるわけなんで、はい。だいたいここら辺は中央競馬走って勝てない馬たちが来るとこなんで、輸送して渡ださね。うん。ローカルらしい。うん。しかもハンデ戦。それ考えると、えー、昇級戦云々関係なく、どの馬でもチャンスはありますよ、と。はい。 見てわかる通り、えー、過去2、3層見て勢いある馬といえば、だいたいこの、えー、連勝馬、上がり馬ってやつですかいわゆる。うん。こういう馬しかね、だいたい過去2層で連帯持ってる馬ってなかなかいません。 はい。だいたい1000万でしい競馬して最後1000万勝ち上がりのこの2層の連ぐらいしかいません。あとはほとんど1600万の惨敗組が基本多いです。だいたいこんなもんですわ。ローカル競馬出てくる。うんまあ、今回ちょっと綺麗にそういうデータに過ぎましたけど。だいたいこんなもんですローカル競馬 <laughs> で、今回どれ買うのっていう話なんですけど。確かにここらだと1 0なんね、クっあります。もうローカル競馬のだと1 0なんどれにも言えますけど。うん、こんだけね、 100メートル、まあ。いわゆるコンマゴハロン。あんまコンマゴハロンって言わんね。コンマゴハロン ?1 ハロン200メートルそうやね、コンマゴハロンか。うん。コンマゴハロン。こんだけで坂変わるかっていうぐらい変わります。はい。中央競馬みたいにね、えー、コーナリングこんだけコクラ特にコクラスパイラルカーをとれるほど急すぎる、えー、舞台なんだ ってもう完全にもう、もう、もうっていうほど中央競馬のちが来るかっていうとそうでもない。人気出てた中央競馬のちがそのまま来るか。そうでもない。はい。どれ買いますかっていうこと一応ここから見ておきましょう。はい。ここらの距離を分析っていうことで、はい。えー、高層枠ありません。フラットって書いてます。わかりました。枠順関係ないんですね。はい。高層客室先行。当たり前 当たり前言わんで分かるな、もんなも分かってるんだよ、まあ、全競馬の7割8割が成功決まるんじゃん。んその中でダータやろー、余計決まるの、前で。何も分かっとんじゃん,のん、前言ったも分が勝つ分かっとんじゃん、もう。はい。怒りました。<laughs> で、まあ、こんなん分かるんで。まあ、名物といえば国倉のスパイラルカーブってことで、最終距離が300メートルないと。何が分かんのとうん。えー、1個出てますね。金亀がベストですと。はい、書いてました。キング亀メハメハらしいです。3個見てみましょう。はい。 キングカメハメハらしいんで、そうですね。キングカメハメハ、確かに突き出てますわ。うん。こんだけクラス多いカメハメハですけど、こんだけ勝率上げるカメハメハですわ。うん。わかりました、ね。じゃカメハメハですか。はい。キングカメですって。ただ、キングカメでもね、結構います。1頭、えー、いや、そんなもらんか。2頭しかいません。ごめんなさい。2頭しかいませんでした。はい。まあ2頭なんですけど。じゃあ、この2頭から絞るか、中東えぇ、ー、小級戦のベストセラーアースクですね。 確かにこのまいいんですけどね昇級戦で勢あるよっていう可能性あるんですけどそれまでの惨敗プリ見ているあるいは後方一辺倒っていうんですかちょっと後ろから上がり使えるキャラを見てるとうんやっぱりこの京都のね、えー、まだ大きなコーナーリングとかの舞台であったとこ見るとやっぱりこのね草っ ところとかで負けてるとこ見るとやっぱり多少の小回り等々の上がりね最速ピョンっていける舞台じゃない小倉で小級戦中一周ですよ、うん、この京都走った後の中一周でそして小倉 さすがに厳しいんじゃないかなと。あんじゃあこっちかーっと。カーラークープアカードああ、そうか、金メね。確かに9やからね。あんじ安うバルジューさんですって。あれバ、バルジューさんどうなバルジューさん、確かにダートはね、苦手なんですよね。それわかります。ダート悪いんですよね。ただ、うん。 ダート悪いんやけど、小倉、ラ意外とクラス多くて、こんだけバルジューさん小倉おるんやってくらいバルジュー吸えます、これ。うん。で、悪くないです。むしろ、この阪神、京都とかええやんと思って。やばいな。あ、これやと思って。あ、これバルジューさん意外とダートでもあるんちゃうかなと思ってうん。で、このままね、前奏、前々奏、2番人気。そしてその前も2番人気。ある程度強さ認められてるぐらいの人気なんで、ここね、逆に、このローカル来たぐらいで、 人気落ちるなら、アンジュバリューさんってぐらいでね。それやったらね、こんだけ指示されとったんやから、まあ、この人がね、もしね、全然その、たまたまってか、なんかその位置取りとかの関係とかであるんやったら、あ、今回買うのありちゃうかな、と。人気ね、前より落ちるんだってありちゃうかな、と。あー、どこ買ってたんかな、まあ、えと思って。うん阪神18、あまあ、それはそれはと思ったんですけど、やっぱりね、こ,この函館線なるとか、こういうところで買ってるんですよね。ありゃー、と思って、これ、もしかしてローカル来たら、また小回りで今日の極見してくるんちゃうな、と思って。うん。 はい。えー、カラクプアって言いたかったんですけど。うん。見言いたかった。うん、俺は言いたかったやけど。いや、ちょっと待って、と思って。あれ他にちょっともう一応これ仮押さえしといて、もうちょっと考えようと思って。他にも,もおらんかな、と。そんなたった金刊めてだけで、どうしようかな、と思って言ったらね。おったんやね、一等、ちょっと見てみたいま、まうん。 一般データじゃありませんけど、ちょっとワクワクしそうなもん。はい。まあ、このまま買って別に飛んでもええわって思ってるもん一頭出てきたんで紹介しましょう。はい、明日、ちょっと面白さですね。はい、ボカツようですね。はっ。何が楽しいか、うん。まずこのままですね。5ヶ月半開けてますけど。はい。えー、ずっと芝走しててダメ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 ,ダメよって言って。はい。 地方行きましたと。はい。地方行った瞬間ね、2着です。まあ、ね、こんな確かに大したことないクラスの地方なんで、まあ、まあ、まあ、と思ったんですけど、その後、はい、まあ、地方ですけど、圧勝。あれゃ、と。ダートハマるんじゃねと思って。あれ。はい。500万。札幌帰ってきて、いきなり。1着そして、昇級戦。また札幌戦。あれ。 なんと一着、なんと十番人気、十一番人間のカザナ。これはね、やばいです。んで、ダートハマるのもそのはず、なんと三クカジノドライブなんで <laughs> なんで今まで芝使ってたんやっていうぐらいダートですわ。まあ、新馬戦の時はね、ダート使ってたみたいなんですけど、えー、しょっぱなのね、除外サイドともう一層目でね、ダートが多分全くかかったら多分芝走ったんですかね。ちょっとわかりません、ここら辺の経由が。うん。ちょっとここら辺の行き方がわか,からないんですけど、まあ、とりあえずだ、全然芝もダメと。で、ま、あレベルが上がったかもしれませんけど、こっから、えー、地方をああして今、4階。 バケン絡んでる。しかも3連勝できてます。はい。ダートやっぱハマるんやね。最初だけですわ、知ったん。はい。チッティーしたん、最初だけ。はい。んで、えー、この舞台明日もクラダート1007、かつ明日もしですね、えー、降雪予報、ば、まあ、トえー、東京茶は、えー、芝のね、えー、乾きぐらい具合とかがちょっと明日わからないって私芝やからやめときます言うたんですけど、ダートは、 さすがにダートはいくら降雪明け、えー、除雪作業あろうとも、さすがに芝みたいに乾くことないんで、もう明らかに不良、もう最悪、オモですよ。見え見えですよね。水まり溜まってるか別にしても、不良ほぼ見え見えですよ、明日。どないしても乾きませんわ。うん。明日これでヨバボ開催、多分ないでしょ、絶対。 不良、主でしょ。うん、それ考えると、え、マッチするんが、このカージノドライブ3区。はい。両馬場で2回買ってますけど、カージノドライブ3区って言えば、一応去年ちょろっとジャニ口の競馬で紹介しました。カージノドライブ3区どこ走るのっと全体成績はね、そこまでだと、そこまで投出としては出たりませんけど。これ、中、保持繰り返すとどこがいいんですかって、も去年ちょろっと言いました。 はい。不良ババアなんと、復唱率また上がりました。47.5%。珍しい。この団子、団子ちゃ段差がある傾向。まあ珍しい。普通の逆なんですよね、うん。普通、両ババが良くてね、不良になると悪いとかいう、えー、血統は、それは普通ですけど。こんだけね、不良、主で走ります価値、主ですら30%ぐらいあるんで。もう明日ほとんどここですわ、もう。ここ。買うでしょ、すら。うん 三着をいないず五十杯。二分の一やで。で、このまま人気出るかって言うと、昇級一千六百万の昇級戦。安城丹内、ゆうじさん。半で五十人の貧馬四歳というのも。八番人気から十番人気ぐらいでしょ、あれ絶対。買いでしょ、副賞三倍以上あると思ってます。期待値、百五十超えますね、そうなると。うん。 まあ、万が一最悪2倍とかないと思う二2.5数いたとしても期待値。まあ50、50%としても125もあります。十分ですわ。はい。で、えっと、意外と新馬未勝利。まあ、これどう捉えるかですね。これが昇級戦ていてか、晩成型と捉えるんか。うん。昇、えー、級戦に強いと捉えるんか。まあ、それぞれのデータなんです。 まあ、そうです。どっちかっていうと、やっぱ、昇級戦が強い。あるいは、あれですね、新まみ勝利でも、あかん馬はあかん。いける馬は勝ち上がっていくみたいなイメージですね。当たりの馬はもう当たりやっちゅうことのイメージが強いと思ってます。で、今回の僕は用の皆さん、完全にダート期でも当たり引いてますよね。はい。新まみ勝利こけましたけど、500万、1000万とぴょんぴょんと買ってるデータ見ると、やっぱりこのデータ通り、もう、いける馬は行くで、みたいな感じなんで、ハマった馬、ハマったみたいな感じなんで。うん、それ考えると、今回の1千0 0万、さらにハマった馬、ハマるんで、4、もうすごいですね。三着熱50 パーうん、これ見ると、さっきの不良と合わせると、もうちょっと確率上がると思います。で、えー、まあ3歳以上とかね、やっぱりここら辺で成績示してるの見るやっぱこれ見ると、格上挑戦、あるいは万歳3歳の遅れから4歳ぐらいがピークなんかなぁと思ってます。このざっくりしたデータですけどね。はい。で、なんとさらに小倉全体成績ですけど、なんと4445、こちらも50%パー以内占めております。 はい。で、ボカツヨーネスさん、えー、札幌で印象しましたけど、逆に、あれがイレギュラーですわ。札幌あの印象なかったら、00116なんで、はい。あの、ボカツちゃんだけなんで、あのね、カジノドライブが古いのは札幌で買ってるわけなんで、これ逆に言うと、小倉、間違いなくプラス材料でしょうね。まあ、そ、カジノドライブ三角が全てじゃないですけど、はい。で、今一応、一応、まあ、不良いバワーとかの証明はできたと思います。えー、ね、で、えー、1600万条件でも強い、 挑戦強いってのも証明で、きたと思いますで今回、まあ、1着じゃなくて3着にで、全然馬券的にありやと思ってます。で、あと何見るかっちゅうと、まあ、今まで不良とかいろいろ見れたんですけど、一応、小倉ダート1007でどうなんちゅうてね、はい、さっき小倉成績いいよって言いましたけど、じゃあダート1007だったらどうなんって話ですね。距離を見ますと。はい、死亡部ですね。先ほど金亀全体的にいいよって言ってたんですけど、えー、クラス少ないカジノドライブなんですけど、一応20頭ぐらい走って、 ではい。なんと、3、4、40、52.4%。やはり、小倉はいいんでしょうね。他にもね、えー、投資としたデータ見ますけど、カジノドライブが安定してると私は思っております。はい。もう、OK ですね。で、案上、丹内さん。丹内さんはどうなんってことなんですけど、まあ、浜中さんが強いのはわかりますけど、その下どこいどこいなんか、えー、丹内さんね。しかも、日東、たまにね、来る丹内さんが、 はい。一応、勝ち数は少ないですけど、3着になりたると29.7%。これ、この各期の中、西で景気多い期集、まあ、浜中さんを除くと、松坂さん以下、ほとんど3着以内で考えると、どっこいどっこい。うん。ね。西の馬に、アウェイの丹内さんが来て29%回収できるわけですから、3着に。 まあ、オッケーでしょ。こんだけあったらオッケーでしょ。機種でき3着には130%。オッケーでしょね。で、えー、ライバルほんなら機種で言うと浜中さんですかとんじゃ。ゃ浜中さん誰取るのって見たら、ヨシオやねヨシオの浜中さんやね。勝てるやろヨシオさんやねもうヨシオさんもあかんってもう5歳になったん おめでとう。もう5歳か、お前。お前何回走ったんほんまこれ最多出場やで、お前これ。40回以上走ってるんちゃうん、これ。何していやいや、俺、この吉野浜中さ、さたった浜中さんってだけで吉野連れてくれるぐらいやったら私もう苦労せえへんわ、それ。それやとた屋根で苦労せえへんわ。 うん、一応開いてみましたよ。え、さっき言ったカラークップは一応印しとけときましょちょっとライバルをね、何とか印しとけますわ。えー、三着以内なんでね。ちょっと怖い。ガスターゴールドとかね、こうい昇級上がりがちょっと怖いですよね。で、1000ラップくすぶってるもん、しゃーないいつくるかわからない,での,いかからんので、こんな話、こんな話印してもしゃーないんで。まあ、あと怖いとすると、このショートストーリーとかね、このね、福島戦な0で勝った後一回、ちょっと、昇級戦一回ね、前線五着の後のここのもう一回、ローカル競馬、ちょっと怖いですね。函館戦1 0こなしてるんで三着。うん。まあ、これ考えると、こんなもんかな。 サンライズとかもいいと思うんですけど、まあ、こっから買ってますしね。一応、しるしるときます。安示は極んでるんですけど、大丈夫ですか うんまあまあ、テール、あとテルペリオンもちょっと怖いと思ってます。ってことで結構ライバルいません、ね。ライバルが、えー、1、2、3、5、と思いますね。まあちょっと、えー、緩めに印はつけましたけど。んちょっと個人的に怖いライル5、5、いますから、僕は強音が入るスペースありますかちゅと、まあでも、ローカル競馬やったらあるんちゃうかなと思ってるんで、いくら5ヶ月半明けとい,いえども、明日の不良場を考えるとプラスだと思ってます。えー、万が一、カジノドライブサンクらしく、 からぬえーね、両馬場しか走らない、この、ボカツ用の線だったらごめんなさい。不良馬場があだとなったところる歩きばいったらごめんなさいと思ってますけど。合うと思います。と思ってる。うん。両馬場でこんだけ走るはずでこんなカジノドライブかんだ、えー。しかも札幌で。珍しいんでね。はい。これ雨降、雨降ってるというか、不良のこくらやったら間違いなくプラスに向くと思うんですけど、それがかかたも知りません。はい。 ということで、えー、今回の副賞候補は、文字ステークス、小倉メインの一応、まだずれて,てませんけど、ぼかつようにできたいと考えております。はい、ということで、えー、副賞生活は、小倉のメインでいきます。文字ステークス。はい、ちょっと芝の、えー、ババ具合がほんまに雪予報とかもう全然ババ状況わからないんで、もう買うなら、とりあえずダハトは不良でしょうってことで。最悪主でしょうってことで。はい。 母活用ね、ちょっと買ってみたいと思います。1万円、ね、明日もし開催されるならもう買っておきます。ちょっと、ババの関係見ますけど、まあもう入れときますわ。朝一開催されるとったら、もうあんまり言い訳とかしたくないんで、買っときましょう。はい。えー、もう3区の不良、ババ、えー、3区の1600万、えー、3区の小倉戦7、えー、そして、えー、丹内さんの小倉戦7。 もう、ほぼすべて、えー、いい成績残ってるんで、これを掛け合わせると、まあ、いいデータが生まれるでしょうと思ってるんですけどね。うまいことできすぎて,きてもわかんないでしょうね、こういうデータが。あはは。まあ、行きましょう、一枚ね。はい。ということで、えー、副所生活、以上で終わります。ちょっと、事前調査等々が明日の開催終わり次第になるんで、ちょっとね、発表とかずれますけど、一日、えー、後ろになりますね。はい。事,後事前調査、おそらくですけど、水曜日になるかと思われます。 はい。以上で、え国、ー、倉の復賞生活を終わっておきましょう。ありがとうございました。